はい、まめひこチャンネルをご覧の皆様、まめひこの石田です。こんばんは。はい、いかわです。明日から、なんすか、明日から消費税増税です。あ、そうですか。4月から。あとは小売りみたいな仕事してるのに、あんまどうでもよかったですか。うん、だってさ、この消費税っていうのはさ、いずれ 10% なんでしょ。ああ、ゆくゆくはね。ゆくゆくっても結構すぐに。はい、そうですよ。だからそれの前段階なわけでしょ。うん、 8% ってのは。そうそうそう。だから 10% になって驚こうと思ってだって 8% で驚いてたら、あと 2% も上がるんだよ。ああ、その時どうやって驚くの。もうその心臓が持たないから。いや、だからだって 10% っていうのは今の倍でしょ。今 5% でしょ。そうそう。それが倍になるわけでしょ。倍になりますね。もうそのことの方がドギマギしてて、8% ぐらいだったら、あ、よかった 8% でって思ってね。前にハテナブックマークかなんかで、消費税が 5% から 8% になるっていうことは、うまい棒を1本買うとどうなるんですかっていう質問があって。うまい棒っていくらなっけ。10円。そしたらね、ベストアンサーが、30円値段が上がると思いますって言ってた。え、どういうこと。どういうこと。いや、多分全然意味が分かんないけど。ただの勘違いだと思うんだけど、いや、まあそれはいいんだよ。いいのかよ。うまい棒のことはいいんだけど、消費税ね、ほら、明日から増税でしょ。でも今日までまだ 5% じゃないですか。じゃあ今日のうちに買っといた方がいいものって何ですかね。いや、やっぱりあれじゃないの、 3% の差額で、そのが大きいものじゃないの。そうするとやっぱりさ、家とか高いものほど得ってことだよね。でもなんかさ、俺家ってさ、家なんか買わないからどうでもいいんだけど、なんか今までさ、増税前に買っとけ集がすごくて、煽り感がすごくてさ、実はそんな上がったら上がったで、なんかなんだかんだ言ってそんな変わんないじゃないのって気がするけどね。だいたいさ、家なんて適正な価格も僕らには分からないし、その何、3480万円のお家が、その増税後に3480万円のままだったとしても、なんか僕らとしては違和感が分からないじゃないですか。あとは高い買い物といったら車かね。そうだね。あとは保険。保険も何、消費税関係あんの。分かんない。でもさ、保険ってさ、保険って大した高くないじゃん。いやいや、保険って家の次に高い買い物っていうじゃない。あ、そうなの。そうそうそう。保険って、まあ保険にもよるけど、一生払い続けるものが多いでしょ。俺も、あの、入ってんの関係ないんだろ。だって入ってんの保険なだから。去年俺、子供が生まれた翌日に初めて生命保険入ったんだって。そう、だから初めてそんな。俺保険なんて、いらないと思うよ。でも入ってるでしょ、最低限。神さんがしっかり者だから絶対入ってる。いやいや、最低限は入ってるかもしれないけど、保険ってだって、ほとんどカバーされないからね。え、保険っていうのはさ、カバーされないじゃない。え、どういうこと。いや、だからもう、本当に本当に最悪な目にあった時に、まあ、入っててよかったって思う人はいるかもしれないけど、それは相当ひどい目にあった時だけであって、普通の場合は大した意味ないわけでしょ。いやいや、そんなことない。それはだどのくらい手厚く入るかによるじゃないですか。いや、だからそういうふうにお前はかもられてるってことだろ。かもられてるってこと。そうだよね。だからもうすっごい痛い目にあって、もうこんな目にどうして合うんだって言った時に、あ、そういえば保険っていうのがあったなと思って、つまりすげえひどい人ほどある程度軽減されるように保険って組んであるわけだから、まあいい人生だったなって、お前みたいにいい人生だったと思って死ぬつもりなわけでしょ。そういう人には全然保険っての役に立たないでしょ。そうだね。それもただの払い損になる、ね、そうでしょ、だからもうすっげえ痛い目にあって、もうこんなどん底だよって言った時以外に保険って役に立たないわけだから、まあ確かに保険が役に立ったと思う時はそれひでえ目にあったってことだ、ね、そうでしょ。だから、お前なんて保険に入る必要まずないし、ね、はっきり言ってもうお前がひでえ目にあうくっていうことなんかないし、少々ひどい目にあった時に、あ、そういや俺保険入ってたからあれ使えねえかなって言っても、ブーダメーって言われちゃうの。
え、なんでなんで、だってそんなの、あ、いいけど、うん、そしたら翌年から掛け金上げちゃうよ、いいのとか、うん、いや、そんなんだったらもう自腹切った方がいいわっていうことの方が多いわけだから。いやいや、でもほら、なんか最悪の時になった時に、うん、あ、もう最悪だ、ジエンドってなるの嫌だから、うん、最悪だけど、うん、でもまあ、待って待って、かわいそうだから、うん、これくらいなんかあげるからっていうのがないない、そんなの。いやいやいや、そんなことないです。いや、そういうのがないから保険っていうのは意味ないんだって俺はここで言ってるわけだから、俺はそういうのには基本的に入らない。だからもう俺保険っていうのは、だって保険って博打でしょ、あれ。博打、博打だから俺博打はやらないから。それも、あの、成果負荷って言ったら負の方にかける博打だから、ね、そうでしょ。だから俺はそういうのは基本的にはやりません。でもじゃあ、もし君がさ、明日ポックリ飛行機事故で、なんか、うん、だってポックリ俺は飛行機事故で明日死なないもん。まあね。でしょ。だからポックリ明日飛行機事故で死ぬっていうことのために、うん、それだけの掛け金をかけて保険に入る必要ないでしょ。だから保険に入るっていうメリットって全くもって僕はないと思います。君はすごい自信家だね、うん、だからそんな、あの、ことに、だって俺がもう明日飛行機に落ちるかもしれないのに、うん、ベッドするわけでしょ。ベッドするわね。そんなのするか。俺が死ぬかもしれない方に月々何千円、うん、そうって言って、そのお前が言う、うん、お前が言うように、うん、よし、じゃあ家の次に高い買い物として、うん、俺が明日飛行機で死ぬにベッドってするか。そんなことじゃない？いや、でもさ、まあ、うん、僕もね、うん、その僕が死んだ後のことなの。お前ほどせこいやつが、うん、そういう時にはそこにベットするっていうのがよくわからない。こんな馬かぼが10円とか20円の時に消費税がうんぬんって言ってるお前がだよ。そういう時にはまあまあ、でもとはいえなって言ってベットするわけでしょ。まあまあ、そう、もう超かぶられてる。とはいえなと言いながら、とはいえなって言って。そうそうそう、だから俺は絶対そんなことにはベットしないし、だから俺保険もそんな入らない。だから、あの、なんか、なんとか、何、お店の保険とかもあるわけよ。あ、あるよね、あるじゃん。お店なんかやってるとさ、うん、何があるか分かんない。いや、そうだよ、俺だからそういう保険なんていうのはさ、いろいろなんかこう提案があるわけよ、うん、もしね、はい、いや、なんかの時に、うん、こういうコーヒーをお客様にかけて、うん、まあ、そのクリーニング代はいざ知らず、なんかその、私はそれ以来コーヒーがトラウマになって、もうコーヒーって聞くだけでもう寒気がするようになっちゃったから、一生分面倒見てくださいってお客さんもいないことはないんですよ、うんうんうん、そういう時に当社の保険がっていう人もいるわけ。、うん、そんなのさ、そんな人が仮にいて払えって言っても俺は嫌だって言う。だってそうじゃない、そういう方が来た時のために保険はご用意してますって言っても、うん、もし仮にじゃあそんなことになってたよ、うん、いや、俺今回さ、あの宇田川町なんかで、うん、お店が水浸しになっちゃった。そうそうそう、つまり被害者側じゃない、うん、だけど何、じゃあうちの保険は使えますかって言ったら使えないし、うん、え、あ、そうなの。当たり前じゃん、だって俺は被害者なわけだから、うん、被害者側の保険を使っちゃったら超掛け金が高くなって、うん、じゃあ向こう側の保険がね、うん、向こうっていうか、まあ、そのじゃあ施工側の工務店側の、うん、は保険が入ってるから、うん、もう全然大丈夫かって言ったら、うん、いやいや、そんなものここまでしか出しませんよ、だってお宅がやったことでしょって言われちゃって、うん、え、じゃあどうなってんのっていう風にして、うん、まあねーってなってんだ。それまあねってなって、だから俺ももらえんのかなだし、うん、工事やった方ももらえないよねだし、だからみんなで結局困ったねって言うしかないんだよ。だから保険なんてそんなもんなんだよ。だからそんなお前保険入ってるから大丈夫だぞお前なんとかっていうのは世間知らずってやつで、そんなものだって全部払ってたら保険屋なんてもうパンクしちゃうじゃない。まあね、だから保険屋さんっていうのは、例えばお前みたいなやつが、うん、じゃあなんだ、軒下から、軒下からじゃない、軒先からなんか雪が落ちてきて、うん、はいはい、あーってなって、うん、そのまあなんかちょっとこう打撲したと、うん、それになんかまあ治療費に5万円ぐらいのうち、うん、じゃあ3万円ぐらい払ってやろうかっていうぐらいの時にはまあちょっとあるかもしれないけど、うん、はいはい、そんな時には大体その程度のことなら、うん、保険に入ってることはすっかり忘れてるし。
大丈夫だっちゃんみたいに言われて、あ大丈夫大丈夫って言って、うん、保険を使うことを忘れてるし、うん、仮に保険が思い出して使おうと思っても、うん、翌年から掛け金こんだけ高くなるし、あんた何回軒先から雪落ちてきてんのって言われて注意3万だって言って、もう保険会社がお前と契約するのをよすって言われちゃうんだから。そうなの？そうだよ。だから散々だね。散々なんだよ、うん、だから結局地震のための保険、うん、火事のための保険、なんとかの保険って言うけど、うん、まあ最低限国がこれだけ入っておきなさいよっていうような、例えばバイクの自賠責とかね、うん、そういうようなものはあったにせよ、うん、基本的に保険に入っておけばもうお前が生まれてきたその子供にもう大丈夫だぞお父さんは死んでもって思ってるけど、うん、と大間違い、死なない方がいいよ